ヘロユー,チューブどうも、東京ホテイソンのショでございます。今回はドッキリでございます。名付けて、ひみこのエピソードが、二人はプリキュアのエピソードだったら、タケルは気づくのかはい、ということで、前振り V を取り忘れておりました。えー、いつもみたいに、歴史上の人物の逸話がですね、アニメの、えー、逸話になっているってやつなんですが、今回はね、手を込んだんです。 ホワイトボードを置いてプレゼンするときは絶対ドッキリっていう先入感をなくすために一回ガチのプレゼンをしてるんです三笘薫のプレゼンをしてます魂の授業シリーズ番外編サッカー編です出たー番外編サッカー編はい三笘薫です今回三笘薫さんねなぜ抜けるのかシンプルに足早いですまあもうシンプルね ブライトの試合、なおかつ、えー、日本代表の試合これをぜひね、見てほしいなって思いますなるほどどうでしたか反発ステップとか知らないからこれね、ぜひねこれは確かに面白いねこれを見てください番外編、これで以上になります三笘薫でしたありがとうございました、はい、三笘薫のプレゼンをして ああ、こういうのもあるんだって思わせて、ヒミコプリキュはどうなったか。これはね、見てください。驚くべき結果になりました。全米や地球上すべての人間が泣くと思います。検証結果、お楽しみに。 イージージさあ、始まりました。東京亭ソンのオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたします、はい。ということで、本日は、魂の授業シリーズ、歴史編、卑弥呼編です出。はい、出ました。歴史編、卑弥呼編。はい、ジョイマンさんみたいなジョイマンさんみたいに。あのね、ジマシの授業シリーズ番ん編がすごく好評なんです、はい、本当に。あのに。 普通にあの授業してくれないかっていうことで,、うん、でやってないじゃんかであげて、まあ、三駒薫も取りましたし、はい、普通にあ,のあげるっていう回も取りますんで,なるほどで今回歴史編でございますはい知ってますよね当たり前じゃんもう,もう知らない人いないと思ういない一番最初に習う歴史上の人物誰ですかランキング第1位ですそうかはいこちら卑弥呼卑弥呼ね 昔の占い師みたいな、ね、あ<ー>感じで言われることが多いよねその,その知識はありますかそれはある。あと、ああでもそれぐらいか占いっていうのが果たして本当だったのかなっていうところですねで都市伝説的な都市伝説的に伝わってる部分を根、ね、掘り葉掘り、えー、掘り下げていったら、うん、面白いものが見つかりましたえそれをちょっと探っていこうかなと新事実新事実まず姫子とは生まれ別れなんです なんで生まれる <laughs> んです？生まれがわからないんです。昼なんです。あ出たジョイマンさん。生年不明、生まれがわからない。なんかこれはね、なんか聞いたことある。でも没年は240年。没年が分かってるのが気持ち悪いんだよね。なんでかっていうと義士和人伝に登場した女性なんですよ。義士和人伝って何？中国の人が日本に来た時に、うん、日本ってこういう国でしたよ。 なるほどっていうものを伝えるものに卑弥呼という女性がいたんですよ。卑弥呼が死んだ時にいた人物がいて分かったと。義士和神殿ににっていることをベースにしゃべります日本から伝わってきただとどうしても脚色すごいから日本から日本の人が見た卑弥呼って。 もうトッ,プトップの人だから,まあだからちょっと脚色しちゃうはいはいなんかすごかったですみたいなねじゃ、うん、なくてもう脚色は完全に抑えたバージョン、うん、史実だけを言います、はい、まず当時はですね、うん、弥生時代でございます、うん、土つく土を作るという国が支配をしていました土築が土つくという国が土を作るっていう、まあ、土,土を作るですね 土器とかもそうじゃん土器という国が支配していて、うん、7つの国を治めてですね、はい、その国にある石を全て集めれば天下統一するという<ー>、まあ、そういうなんて言うのもう6つの国を支配していたこの土器がですよ、うん、あと1個の和という国を支配すれば天下統一だってなった時に、はい、そこの和の国にいたのが卑弥呼だったんですね。 まあだから今の日本だよ、ね、今の日本。うん、今の日本を作ったのは卑弥呼なんですよほうほうほう技師和人伝ベースによると卑弥呼がやってきたことが主に書かれていますが卑弥呼の他にもう一人女性がいたということが書いてあるんですほう。それが卑弥呼って実はひひっていうあの炎の火の書き方もするんですけどもうん、うん、その火炎かという人物なんですよ はあ、でこれもあの火にあののに香るでほのかまあシンプル、ね、シンプルに火弥呼とこのほのかという二人がこの和の国を支配していたというはあ、はあ、そういうことが義経和人伝には書いてあったんですで二人で一つみたいなもの二人で一つだった二人で一つなの,のが ひみこっっててて呼ばれてたってことどっちかというとこの、まあ、おてんばなんです卑弥呼はおてんばで元気な性格だったと書かれているでほのかっていうのはもの静かでクール要は表舞台に出ようとしないだからまあ文献には卑弥呼が上に書かれてますけどうん、うん、ほのかという人物もいましたよ、ねうんうん、でケルがさっき言った占いこれねすごいのがシャーマンなんですよ。 うん、っていう、まあ、なんか噂は聞くよね。そう、占いっていうのもあるんだけど、シャーマン、つまりイタコさん。うん、はい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 。で、イタコって幽霊を上から呼んできて、被せて。はい,はい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 。うわー、うんうん、この二人何がすごかったって、神様を呼べたの、うん。あー、はあはあはあ。神様を宿して、イタコとして能力をつけてる。やっぱりこう戦争ですから。うん。 多少はやっぱり武力争いをすするわけですよまあもちろんその時に部としてもこの卑弥呼とほのかは強かったんですよ。へえ<ー>。これがすごい面白いところ。ほうほうさあじゃあどういうふうに部で武力で戦っていったか。<ー>まず卑弥呼とほのかがこれ神様を宿す。 バーっとで神様の名前がタケル知ってるかなこれメフルとミフルというこれは何ていうのかな妖精に近いちっちゃい妖精で黒と白この世の黒いもの、まあ、邪悪なものそして清らかなものの対の神様でございまして卑弥呼がメフル、ほのかがミフル シューって宿すとどうなるかというとその当時麻のね衣装を衣装っていうか服をと着たんですけどなそのなんか弥生時代とかでよくあるタイプなんですね、うん、それがしっかり変形するんですよちゃんと目ルは黒だから黒ベースの衣装になってこ、うん、の子はちょっと白ベースの衣装になって、うん、ブワーって変身するんです、うん、これがすごくて変身してなおかつ技武器、うんうん、その当時武器って青銅武器ですよ刀とか そこでね初めてね弓というものをねほ<う>強い弓を使うんですこれが何かというとその当時ものすごい希少な、ねうん、あの魚ブリブブブリブリリ魚魚ののに近いようなでかい魚がいまして、まあ、簡単に言うとブリのこの,この魚の帯でありでしょこ、うん、これがこう 9匹分ぐらいに見えたんですよこうこう12345679って、うん、こういうふうに見えた9個のブリの帯があった矢、うん、でこちらブリキュアと言われていたんですブリキュアというものを手に入れたこの卑弥呼とほのか、うん、ブリキュアこれがまあはっきり言ってこの土蔵をですね、えー、攻めてきた時にこのブリキュアで っってやったと言われてる、うん、これがすごいことなんですよ。うん、この技を手に入れた卑弥呼とほのかはこのツクを追い払い、うん、日本を和の国とし今の日本のベースを作ったと、うん、言われている卑弥呼この凄さがあなたには分かりますかってことなんですよ。 平安時代にこんなすごい人物このすごい女性がいたんですかと、うん、これはちょっと待ってくださいと、うん、もうシリーズ化本にしましょうと,、うん、ということで「卑弥呼とほのかブリキュア」これをこうかけましてこちら「つがいはブリキュア」というね、えー、まあ まあ書物というか、はい、どんどん作ったんですよ「つが、はいはブリクヤ」うん、これがまあもういっぱいシリーズ化されます。ーシーズン2が限界心臓っていうこの本を読む前に「枕歌っていうのがあって、うん、今でいうんですよ、まあ、難しいねなん,な,なんていうのオープニング みたいな分かんないよこれの歌が始まって読もうっていう枕だったのが、ま、その当時で限界あの文化があったんですよ、うん、でそのメロディーをねちょっと入手できたんですよ。なんとなくね「うん、ブリキューみたいな「ブリキュアツーつがいはブリキュアツーつがいでブリキュー 「つがいはブリキュア」「一難去ってもまた一難ぞえ」「ぶっちゃけ弥生弥生えない」お互い「お互いお互いねお互い悲しみを乗り越えるため」「強く」 いこうちゃんちゃんちゃんここでちゃんちゃんはもうあのこれちゃん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 ,ちゃんつがいはぶりくやっていうやつでしたお疲れしさまお疲れしさはいお疲れしさまはいお疲れしさまはいお疲れさまはいお疲れで終わるから締めまれはいはい えっと卑弥呼のお話でしたが、えー、どうでしたか？舐めるな。お疲れ様でした。ななななな舐めるなってこと？あえ俺なんか雨舐めてた。ごめんね。あ留学さんがそこにあるけど臭かったかごめん。舐めるな。ひみこの話をして感想を聞いてんだよ。はい答えのばか誰？出 須貝はブリキュアだよ舐めるな舐めるな九本の矢でブリキュアだよ舐めるな舐めるな卑弥呼の話してんだよこっちは舐めるこの二人は卑弥呼とほのかだよ舐めるな一番最初のやつか舐めるなお疲れ様 <laughs> <laughs> なんで怒ってんだよ不満か俺がでかい子でもうこれを突っ込んで笑うとは思えない 視聴者の方が笑うとは思えない分かったよドッキリ大失敗だよ今回はちゃんとフェイクも入れたんだよ三笘三笘あちゃんとやるパターンもあるんだと思ったろ思ってねえっなめるなえっりだと思ったの余裕で振りだと思った一個じゃダメかお前のテンションが低い <laughs> そして言ってることが薄いこれは失敗した ちなみに、皆さんは、騙されてないですよね。これは全部、二人はプリキュアの話です。ひみこは渚です。で、ほのかです。メップルとミップル。うん。つがいはプリキュア、限界カシーゾこれは二人はプリキュア、マックスアートです。ちょっと、ドッキリも考えなくてはいけません。そんな事件に入ってきました。だから私はこのホワイトボードドッキリをやめません。次のドッキリ、交互期待。チャンネル登録よろしくねおい、ビブラートダムライカ